はい、本日も始まりました第148回ワイズキャンプのお時間です。本日のテーマはですね、顧客従業員の働き方をスマートに、優先ネクストグループ企業の採用とはということで、ゲストに株式会社優先スマートワークス社長の大下様をお迎えしております。大下様、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では早速ですが、大下様、自己紹介の方をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。優先スマートワークスの大下と申します。今回このような機会をいただきましてありがとうございます。短い時間ではありますがですね、弊社の、内容だったりとか、いろんなことをお話しできればと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では会社概要の方を簡単に先にお説明した方がそうですね。そうですね、会社概要、すみません、ご説明お願いいたします。わかりました。では画面を共有させていただきます。こちら、優先スマートワークス会社概要というところで書かせていただいてますが、見えておりますでしょうか。今ちょうど画面が、はい、見えてますかね。ありがとうございます。はい、では、僕たち優先スマートワークスのことをお話しする前にですね、こちら、優先スマートワークスの前に優先ネクストグループのご紹介を簡単にさせていただきます。株式会社優先、株式会社ユーネクストを含めてですね、当時のグループ会社各社が、今2017年からですね、優先ネクストホールディングスとして、新たに再スタートしております。共通する、ブランドスローガンに関しては、必要とされる次へを掲げておりまして、こういった、スローガンのもとですね、優先ユーネクストをはじめとした複数社の会社で、各事業を行っているような形となっております。すごい数ですね。今がだいたいそうですね、23社ほどと聞いておりまして、ですね、今ちょうど3月にウェビナーをやってたんですが、CEO's Gate という形でこう社長をこう中途採用するみたいなところも始めておりまして、今ちょうど選考も進んでいる方もいらっしゃったりしまして、ざっくりこうグループ CEO の宇野がですね、売上100億規模の会社が100社集まったら1兆円企業だよねみたいなこう、まあ、メッセージをですね、社内外含めて出しておりまして、あと77社できていくのが僕は結構楽しみなんですけれども、今の段階で多いんですが、はい、あと77社です。これがあと70社できるわけですね。そうです。なので最近からして優先ネクストグループの顧客基盤に対して、社長をやりたいという方に関しては、まあ、ぜひ手を挙げていただければと思います。はい、でそんな形での優先ネクストホールディングスグループの、会社がこんな形となっている中で、この各社のですね、事業領域はこんな感じです。優先はまた店舗展開の BGM シェアを8割以上持っております。キャンシステムもグループになってまして、アルメックスやユーネクスト、いろんな会社があります。でこの中でですね、実はこう優先 ICT ソリューションズというところから2年前に分社化をする形で、僕たちの優先スマートワークスというところが、上がっておりまして、2019年設立となっておりまして、稼働は5月1日からになっています。で、会社の設立は僕が代表となって2019年3月からなんですが、事業自体はですね、Google さんがこう日本で Google Apps、当時の Gmail の会社がおもちゃの展開していきたいの時の代理店をこう洗い出し探す中でですね、僕たち含めて本当にごく少数の初期のパートナーのうちの1社に選ばれまして、その頃から、まあ、ほぼクラウドという言葉ができる前からですね、Google Apps の販売をしておりましたので、事業自体は13年ぐらいですかね、になります。なるほど、はい、はい、でそのところで Google Apps、まあ、今でいう Google Workspace から始めて、Microsoft 365だったり LINE Works、まあ、サイボーズさんとか、あと変化ワンとかですね、ラクモさんも取り扱ったりして、アサナクラウドサインもやったりしています。いろんなワークツール、働くためのツールを、提案するような形になっておりまして、まあ、今このあたりのツールが一個も入ってないまま働き方改革を進めよう、 DX を進めようとするとかなり大変なんじゃないかなと思うんですけれども、そういったところのツールのご相談をまとめて受けることができますよという形で、強みを持っているような会社です。でツールだけじゃなく、まあ、今でいうとオフィスやテレワーク、まあ、その他サードプレイスも含めて、どこで働くのか、どこでも働けるようにするためにはみたいな形のワークプレイスというカテゴリーも必要になりますし、場所とツールだけでなくカルチャーですね、文化、そういったところの、メンタルヘルス対策のストレスチェックだったり、パーソナルサーベイなどに関しても、これからどんどんサービスを拡充していってですね、ツールとプレイスとカルチャー三つどもえでお客さんに価値提供していきたいなというような会社概要となっております。そんなところが簡単な会社説明となります。なるほどですね。
これ、あれですよね。やっぱりその辺の、クラウドの SaaS のサービスって、やはり、これから非常に重要になってきますよね。働き方改革だと非常に。はい。で、経営者でもGoogle、今、ワークスペースという名前ですね。はい。Google スイーツ、まだ G スイーツの時から使って。はい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 。ここって今やっぱりあれですよね、二極化してますよね、マイクロ。あ、そうですね、正直言ってめっちゃ二極化してるんですけれども、日本の 100% の会社が入っているわけでは特段ないのでですね、まだまだ白地と言いますか、はい、ま、助けての方々はいらっしゃいますし、逆にですね、僕たち両方取り扱っているその他ラインワークスもキントンも取り扱っているのにも意味がありまして、お客様のこう属性だったり、お客様の状態に応じて、マイクロソフト側をこう押す場合と、Google ワークスペース側を押す場合、あとはそれぞれのサービスがこうそれぞれアップグレードしていきますので、まあ、そうなった時にはどっちの方がいいですよみたいなところをちゃんとまとめて相談に乗るっていうことを気をつけております。あ、なるほど、なるほど。ちなみに、これまだ、ここの市場って、まだその白地の部分ってどれぐらいあるんですか？どうなんですかね、感覚値で言うと、まあ、当半で言うと、はい、言っても対面するお客様の 100% がもうどっちかだよなとは思ってた時期もあるんですけれども、言ってもですね、はい、多分7割ぐらい。中間です。当半で。で、地方は、当半以外の拠点はもっともっとあるので、あ、なるほど、もっともっと仕立ちがあるので、例えばですね、最近のご相談で多いのはメールのサービスが終了するんで、ちょっとなんとかしたいみたいな、もう本当に仕立ちのご案内だったり、はい、無料の G メールをみんなで使い合っているけれども、はい、30人超えてきたらちょっと厳しいみたいな、はい、改めて棚卸し用にですね、僕たちに相談をいただくことが多いです。なるほど。これそうすると何ですかね、御社、例えばマイクロソフトとグーグルで、どういった企業はマイクロソフトが良くて、どういった企業がグーグルがいいっていう、はい、なんか傾向みたいなのってあるんですか？傾向ですね、結構シンプルめに言うと、はい、1000名未満の会社はもうグーグルで一回考えてくださいって言ってます。なるほど、なるほど。で、よしあし、もちろん両方ありまして、ざっくり言うと、マイクロソフトの方がちょっと難しい話、インターネットのネットワーク負荷が大体10倍ぐらいはかかったり、そこが違うんですね。で、あとはですね、できることで言うと、そのチャットもメールもカレンダーもポータルもいろんなAI も BI もつけれたりすることができるんですけれども、はい、完成させるためにかかる負荷は Google の方が圧倒的に少ないんですね。なるほど。なんでこだわりなかったりとか、もうブラウザに入ったら働く環境が整っているという状態の方が楽ちんではありますので、まあ、そういった意味では、はい、負荷、ここに負荷をかけることで生産性を上げなきゃいけないところにコミットをできる人員がめっちゃいる、 IT 担当部門がめっちゃあるみたいな方じゃない場合は、まあ、Google でそんな負荷かけずに一回始めちゃいましょうみたいな。なるほど、なるほど、はい、確かに大手企業さんだとやっぱりマイクロソフト365、はい、そういった面もあります。大手企業さんの中で、すごくセキュリティもうちゃんとしっかりと固めていきたいし、すべてのログも取りたいし、で、いろんなことの開発を入れまくるようなリソースがちゃんとあるんで、やりきりますっていうところは、もちろんマイクロソフトの方でグローバル展開とかしていくような形は、全然おすすめだったりするので。なるほど、なるほど。一旦入り口としては、1000名未満は Google の方が楽ですって話をしていて、で、それプラスアルファで、いや、うちのちょっと経営層っていうか、レポートラインの人たちが、もしくは社内のサーバーが Windows ばっかりで、ちょっと社内で持ってる IT スキルが Windows 寄りで、とか、いろんな、まあ、背景を伺って、じゃあ MS でいきましょうか、みたいな感じで話すことがあります。うん、なるほど。たまにあるのが、Excel って使ってない会社さんってほとんどもないじゃないですか。ないですね、そうですね。で、まあ、去年、一昨年の、まあ、コロナのタイミングでですね、なんか、Zoom を入れるみたいな話だったり、うん、もしくは、Excel 使ってるから、一旦 Teams 入れよう、テレビ会議しようみたいな話をしているところで、Teams が浸透していったから、MS 側でやろうかなって会社さんもいらっしゃるんですけど、なるほど。多分、ポータルサイトまでは作りきれないことがほとんど、はい、メールもやるけれども、Outlook が使うけど、シェアポイントって何みたいな。うん、そこでまた Teams をやってみたけどテレビ会議でしか使ってないんだよねみたいな場合は、多分 Google にポンと行っちゃった方が結構楽なので、
まあ、そういったところをどちらもご相談も乗れるって形で、お客様にとってやりやすい方をご提案しているのが形です。なので今のお話だとちょっと Google よりはだいぶなるんですけども、はいはいはい、簡単なので Google よりはだいぶ。なるほどなるほど、はい、まあ、確かに。でもまあそうですよね。なんかイメージ的にはマイクロソフトの方がいいのかなみたいなイメージはあるんですけど、導入のしやすさから言ったらやっぱり Google の方が今の話聞く限りすごいいいんでしょうね。すぐ。そうですね。Teams とかもめちゃくちゃ機能も増えていてめっちゃいい製品なので、どちらかというと Slack との比較になることは多いですね。ああ、なるほど、はい。で、もっと簡単にチャットができればいいのにみたいな人が8割を占めるような会社様がほとんどで、めっちゃゴリゴリ使う IT リテラシー高いゼの方が2割ぐらいの会社の方がいらっしゃるんですが、Teams を使いこなす方は言うても全員ではない場合は、うん、まあ、Google チャットの方がだけですよとか、そんな形をやったり、うん、で会社の中は Google ワークスペースやりながらも、今って内定者へのフォロー もコロナのタイミングでかなり大切になっています。で、内定者イベントをガンガンやっていった対面でのこう内定者フォローしていた会社さんもちょっと厳しくなったりする時期なので、うん、社内は Google Workspace なんですけれども、内定者さん用に LINEWORKS、300円なんで、やりましょうというふうにエンゲージメントを高めるという形で、内定者、離脱率をこうしっかりフォローするみたいな、はい、ということも、弊社自身もそうやってたので、Workspace 全社で入れて、内定者は全員 LINEWORKS を入れてなるほど。はい、切り分けたりはしています。じゃあ、このあたりの、でもまずはあれですよね。やっぱりこの DX とか、この辺のペーパーレス進めるんだったら、やっぱ、ここのところからやっぱり各企業はあれですよね、検討していかないといけないですよね、一番。そうですね、汎用的な SaaS の部分、コラボレーションの SaaS の部分は一番コアになっていて、その上に乗る事業ごとの SaaS が適切なものは別々にあると思いますので、それをまた各社の事業ごとに選んでいただくような形なんですけど、それがまあ別にこだわりないよって形であれば、コラボレーション系の SaaS の上にキントーンをガンと、うん、そこでこうフレキシブルに作るっていうこともご相談もあることができます。なるほどなるほど、はい、じゃあこの辺のちょっと導入を検討いただいている企業様はあれですね、御社様にちょっとご相談いただければと思います。営業的なやつです、まあ、ここ気軽にお声をくださいって感じですね。はい、かしこまりました。はい、ワークツールなしではやっぱり働き方改革は叶えられないですねってコメントいただいてますが、本当その通りですね。はい、じゃあちょっとさっき冒頭にもあったんですけど、今社長様をすごい募集されてるっていうことで、採用面のお話もちょっとできればと思いますので、はいはい、ちょっと面のお話もちょっとね、山崎さん聞きたいですよね。そうですね、ありがとうございます。そうですね、まず現在採用活動の方積極的に行われているということなんですけれども、まず本社の社風であったりですとか、こう今グループ内で働いている方にはどんな方が多いのかっていうところを教えていただけますか。そうですね、社風はいい人が多いです。僕もともと人事で2年間やった後に今法人営業に移動させてもらって今に至るんですけども、人事の時からよく言ってたのは、本当に悪意のない人が多いというか、本当にいい人が多いんですよね。これは本当にグループ CEO トップのその宇野島田含めて、もう本当にそのラインからですね、本当にいい人ばっかりなので、そういった意味で言うとですね、まあ、悪意のない人が多いですとお伝えしながらも、まあ、言葉尻の形で悪意って言葉を使いたくないので、まあ、善良な人が多いとかいい人が多いって話をするんですけども、本当にそういう例えがあってるのかなというふうに思います。なんか会社がこういっぱいできても、まあ、隣のクラスぐらいですね、学校の距離が、なるほどなるほど。昨日も別の事業会社の方ともご一緒させていただいて、いろんなミーティングとかしてたんですけれども、まあ、そういったところが久しぶりみたいな、最近何か出てるのみたいな話をしたりとか、なんかこの間 Google をつけてよかったらしいじゃんって話とかをまたご覧にさせていただいたり、まあ、そんなことができるようないい人が多いかなとは思います。ああ、いいですね。逆にこうなんかずるくて成果を残して自分だけっていう感じほど尖られるとちょっと煙たいかも。よくあり、なるほどなるほど。なんか今お話したとやっぱりさっきグループ会社結構あったんで、セクショナリズムとかこう生まれがちになるじゃないですか、ああいう感じになると、はい、なんかそういうのがない感じですね、すごく。メリハリですね。なんかセクショナリズムをしっかり持って、しっかりと自分たちで自立させて、持っていかなきゃいけないっていうセクショナリズムももちろんいい意味である反面、それだけではなくて誰も支援してくれないのかっていうと、そういうことではないので、
いいメリハリ両方あると思います。なんかコメントが入ってます。大下さん話し方よそ行きのやつなので、よそ行きのやつなので、はい。でうちのそのカルチャーとか、なんかこんな人が多いですよみたいなところは、ちょっとお話の中で以前お伝えしたのウェブサイトですね、インサイドザゲートっていうそのウェブサイトがこれであって、これ共有されてますかね、はいはい、こういう採用サイトがあって、こと新卒採用においては、去年就活医師みたいなテーマのもと、いろんな、これぜひ学生とかの方がいらっしゃったら見ていただきたいんですが、面白いことをたくさんやってます。こんなプログラムでやってるから受けてみたみたいな、いや会社関係ないみたいな人もいるぐらい面白いプログラムなんで受けてみましたいいと思います。なんか動画でエントリーして全員面接しますとか、最終面接で落ちてももう一回受けれますよみたいな話とか、いろんなこうプログラムがあって、あと中途採用とかもこういったキャリアっていうのが書いてあるんですが、人となりカルチャーを見ていただくところで言うと、インサイドザゲートっていう、そのゲートの中にこういった人に焦点を当てたり文化に焦点を当てたページがあるので、これも、もしよければっていう感じです。カルチャーピープル、セミナーとかこんな感じでサイトが出ていて、一番が、宇野は今伝えてる、かっこよく働こうというアイテムですね、はい、これが、僕も本当に絶妙にこの言葉がすごく好きで、言うても20代から60代、それ以上の方ももちろんいらっしゃるような200拠点、約5000人、20社以上の事業体になりますので、その今に合いすぎる言葉ではなく、やっぱかっこよく働こうって60歳の方が聞いても同じ、ニュアンスで捉えられて、20代の人が聞いても同じニュアンスで方ちゃんと聞いているような、こういうメッセージのこうキャッチーさのこう絶妙な感じとかをこの秀逸にすごいなと思ったりしながらも、はい、カルチャーのところは僕が社長になったこうきっかけみたいなところがこういう形で載ってたりもするので、文化とか人に焦点を当ててサイトが載ってたりするので、もしよければ見てみてくださいくらいのご紹介です。ぜひなんかカンボジアの方からもコメント来てますんで、カンボジアの方ですか？カンボジアの方からってもうありがたい限りですね本当ですね、はい、カンボジアからもね応募いただきたいですね。そうですねすごい。なんか採用募集する、なんか私以前ご訪問させていただいた時、すごくオフィスがもう綺麗で、ちょっと感動したんですけど。そうですね、なんかちょっとご案内とか可能であれば、なんかこの辺も PR ちょっとだけ、じゃあ、はい、ちょこっと見て回ってみましょうかね。じゃあこれでちょこっとだけ回ってみようかなと思います。はい、ありがとうございます。マイクがこれでいけるかな。こっちの方がマイク聞こえやすいですかね。あ、聞こえやすいです。聞こえます。はい、じゃあなんか人が映らないようにちょこっとだけ回ってみますね。ここの部屋がビューティーですね。モデルビューティー、リビオ向けにこうリビオの方々向けにあるようなところで、ミーティングスペースとしても使えるところです。でここがお部屋、各部屋がモデルルーム調になってまして、こうダイニングバー、ここも飲食店のお客さんやっぱ多いのでですね、こんな感じで、ああなるほど、はい、ユーレジとかユーレジとかはちゃんとこう置いてある、ね、なるほどなるほど、はい、こういうのが5つほど並んでいるような感じなんで、サクサクいくとですね、ビジネスホテル向けのこうホテルズ目黒だったり、あとリクエストセンターがここで受けてますみたいなところが見えるところですね。窓側は、ご来客のこう商談スペースみたいな感じですか？そうです。来客でも使えますし、そのテレワークというか、コワークというか、なるほど、なるほど。はい、そこから自由に。そうです、そうです。で、ここまでオープンだと声気になるんですけど、実はこれ聞こえないですが、薄く音楽かけてまして。耳の意識を上に向けてるんですよね。サウンドマスキングっていううちの技術なんですけど。すごいですね。なんで音のカーテンで、打ち合わせが聞こえないようにしているような形です。これはちょっと、今、はい、追い越してますね。オンライン会議とか商談が非常に多いんで、こんな、いいですね。こんな感じです。カフェもこんな感じであって。すごいですね。結構、お買い得な形になってます。はい。こういうメッセージは、素敵。ウェビナーとかもやらせていただいているような感じですね。うん、はい。こんな
まあ、ちょこっとご紹介でした。ありがとうございます。もう今ご覧いただいている方、間違いなくここで働きたいってなってると思いますので、ぜひぜひ、ここで働きたい方はね、はい、ぜひ先ほどの、はい、インサイドザゲート見ていただいて、インサイドザゲート見ていただいて、はい、はい、よろしくお願いいたします。じゃあちょっともうあっという間にですね、はい、まもなく終了のお時間が、ね、はい、迫ってまいりましたので、最後に大下様の方からお知らせ、告知などございましたら一言よろしくお願いいたします。はい、わかりました。すいません、皆さん今日はお時間いただいてありがとうございました。もう少しで着くんで、今しばらくお待ちください。あとでインサイドゲートのザゲートの URL がここに、後で運営の人貼っといてください。はい、ありがとうございます。じゃあ最後にメッセージですね。先ほどのメッセージです。テーマにもあった通り、まあ、顧客従業員の働き方をスマートにという形で会社を立ち上げておりますという形ですね。僕たちは、営業を過去十何年やってきた中で、目の前のお客様、まあ、IT 担当が、大体情報システム部門とか IT 担当の方が、フロントになるんですけれども、その方々の好みだけに向き合っているのではなくて、B2B2 エンプロイ、B2B の先にいらっしゃる従業員の方々にしっかりと価値を提供したいと思いを、持ちまして、顧客の従業員の方々の働き方をスマートにというミッションを掲げております。まあ、そういった、内容にですね、共感を得ていただく方がいらっしゃったりとか、まあ、中に入っていただくことだけが、まあ、絡み方ではないとは思いますので、まあ、ただただかけながら優先スマートワークス優先というところがあったら、かけながら応援してるよみたいな形のスタンスに変えていただいたりとか、いろんなリリースを見ていただいたりみたいな形で、ぜひぜひ応援していただく形になっていただければと思いますし、そういった方々に向けてですね、僕も価値が提供できるような、もっともっと大きな事業にしていきたいと思いますので、今後とも皆さんよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。大下様、本日本当に素晴らしいお話をありがとうございました。じゃ最後にですね、月曜日のワイズキャンプの告知をさせていただきまして、終了とさせていただきます。月曜日のワイズキャンプはですね、ランキング上位者が考える営業とはノウハウ全部聞いちゃいますといったテーマになっております。皆様ぜひお楽しみにしていただければと思います。はい、では本日もワイズキャンプご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。大下様、ありがとうございました。ワイズでは企業のデジタル化を支援しています。ワイズキャンプの出演者、スポンサーも募集中。希望の方は説明欄をご覧ください。